分仲いいな、ほんまに。もう酒ばっかり飲むやったら家で飲めなあれ。いや、ここで飲んだら美味しいやん。音楽もやるんやったらもっともう人の多いとこでやりなあれ、ほんまに。いや、そんなんさ、言うてあれやで、おいらみたいなん来んかったら寂しなんで、うん、なあ、旦那ことないよ、ようさち来んねんからさ。そんなん言うの、さびれとるやん、ここ。いらっしゃい。よいしょ。ありがとう。いらっしゃい。お前正信やねん、お前。出てけ、お前殺す気か、お前。何やろ、風呂入ってたんか、お前。入るはいいから、おっちゃん、黙っといて。なっちゃうな。寄ったらなんとかなんだ、俺。そうやな、うん、寄ったらもう一人ぐらいは行けるな。
シンコ焼けてるんだ、おい。大丈夫か？やかましいわ。気持ちいい。起きよったわ。まだもう大丈夫やろ。あほやで。しかし暑いからやめとけって言っただ大丈夫か。なんや真ん中から入ったんか。自分わさか教えられとったやろお前。犬の方入れ言うて。あうるさいわ。ありがとうね。なんやそういうことか。ええこと教えたのか。なんやねん。恵子ちゃんがな、銭湯に滞在する時間はちょうど1時間やねん。5時に入ったら6時、5時半に入ったら6時半、いつも1時間でちゃんと出てきよう。っていうことはや、分かるやろ。ティアに分かるやろ。一緒に帰りたいやろ。うん。そんな一緒に銭湯りたいねん。一緒に帰るって学校でも喋ったことないのに。もう二人だったら喋れるもんやぞ。ああどうも。まやちゃんごめんな。いやいやうちのバカ息子が迷惑かけたみたいで。いやいやいや。なんや大丈夫そうやな。てかお前なんで銭湯おんねん。家の風呂も沸いとんのに。 あれや友達とキャッチボールしてたらめっちゃ汗かいて今すぐにでも風呂入りたいな思て。それやさっきタオルだけ取りに家帰ってきとったやろ。タオル取った。あとまたキャッチボールして、そしたらブワー汗出てきて。なんかようわからんけど、まあええわ。まやちゃん、ごめんやで。はい、はい、これ取っといて。すいません。ほら。おお、ゆうちゃん、久しぶりやな。息子はんかいな。そうなんや。ほら、先帰る。はい、まだ来てもらえないね。頼む。今日のことは親父には黙っといてな。おう絶対やで。絶対に言わんとってな。分かった。ほんまやろな。ほらな、明日なあんたの実家から割り餅もらってこっちな。ほんまにそれでうまいこといくんか。いく。大丈夫や、心配せんで。青春やな。はい。おい。おい。あ、ごめん。
わっしてて、あ、ごめんごめん、ちゃんとして。はい、何しとんねん。あ、ごめんごめんごめん。はい、危ない。いっ、ごめんごめんごめん。何してんねん、大丈夫か。あ、大丈夫よ、全然。あ、あれってマサノと同じクラスのケイコちゃんやんな。あ、そうやな。いや、俺めっちゃタイプやねん。うちのクラスの男子もみんな言うとるわ。いや、でもあんだけ可愛かったら話しかけられへんよな。あ、マサノは話しかけたことあるんけ。何してんの、帰るんか。おい、帰るんか。休養思い出してな。は？いや、休養ってなんやねん。おい、休養、言われたように持ってきたで、わらび餅。お、よっしゃ。これ持ってけ。この砂時計はな、10分経ったら上の砂が全部下に来よる。それを6回繰り返す。ちょうど1時間や。わかるな。それは分かっとるんやけど、ほんまにうまいことやってくれるんやろな。任しとけって。うん、ゆっくり体温まらせや。分かっとるわ。どうする俺、何から話したらいいんや。恵子ちゃんの趣味を聞くか。いや、いきなり趣味を聞くのは気持ち悪すぎる。そう、自然に。偶然だね、僕もここの銭湯によく来るんだって。なんで東京弁やねん。ああ、こんなことになるんやったらもっとクラスの女の子と普段から話す練習しとけばよかったわ。姉ちゃん、大丈夫か。お、もう何してくれんねん、おっちゃん。何や、急に声出して。さっきからどんだけ時間経ったんや。
ありがとう。あ、恵子ちゃん、ちょっと待って。いつも来てくれてる俺、わらび餅、これめちゃくちゃ美味しいよ。私もこのわらび餅大好きなんです。あ、ほんまに？お母さんがよく買ってて。あ、そうなんや。実はこのわらび餅ね、こいつの家作ってんのよ。だからこいつに言うたらいつでも持ってきてくれんで。え、そうなんや。正信くんちのやったんや。え、俺のこと知っとん？当たり前やん、同じクラスなんやから。正信くん授業中の発言とか面白いし。え、どないしたん？服、変なことなっとるで。すんまへん。もしかして今日も銭湯行ったってんちゃうやろな。言うてくれたら俺も銭湯行ったのに。一人分だけ沸かしたらもったいないやろ。全然銭湯なんて行ってないで。ああ、なんか急に体冷えてきたわ。風呂にでも入ろっかな。やっぱり家の風呂が一番やからな。どうぞ。嬉しい。あ、明日もわらび餅欲しいんやけど。お、ついに後を続きになったか。そんなんとちゃうわ。とりあえず頼んだで。正信くん。おう、今日も着とったんや。今日はちゃんと服着とるな。な、いつもちゃんと着てます。変なの。ああ、今日ええ天気やな。ほんまやな。あ、猫や。俺猫好きやね。私は犬派かな。俺もやっぱり犬派。犬、いいよな。うん、かわいい。美味しそう。どう？美味しい？うん、美味しい。よかった。じゃあ。あ、恵子ちゃん。
あ、その桜柄の桶かわいいな。うん、でもそれ3日前にも言ったで。そうやったっけ。じゃあめいちゃん。ほう。あの砂時計は？砂時計？うん。あ、あの奥にあるやつ。うん。あれね、この間この物置ね、ガーってね、見たら出てきたんですよ。おう。砂時計って電池いらんし、いつまでも使えてえな思ってね。そうか。うん。どうでしたの？いや、なんでほら。じゃあでも美味しかったわ。ありがとう。うん。あの、そのわらび餅って？あ、これですか。変わってるでしょ。いつも一個だけ作ってるみたいなんけど、全く売れんくて。でもめちゃくちゃうまいんですよ。そうなんですね。あ、そのお手そのまま置いとってもらっていいですよ。いいんですか。お言葉に甘えます。桜柄のお手ですか。可愛いですね。恵子ちゃんや。使っていたんですよ。そうなんですね。それではまた来てくださいね。ありがとう。こんにちは。こんにちは。ここの銭湯、いいお湯ですよね。あ、そうですね。でも、ま、自分にはちょっと暑すぎるんではないかと。そうですか。あの、はい。あ、履物。はい、履物。片方しか履いてませんよ。いや、よう悪いんですもう年は取れたないですな。今日ちょっとおまけしてたよ。はい、はい、ありがとう。おおきに。あー、すごい。おいしい。おおきに。よし。よいしょ。あれは間違いなく恵子ちゃんや。
あの笑顔、昔と同じや。へけど、なんで島に？もしかして俺に会いに？いや、それやったら俺に気づくはずや。あ、照れ隠しか。いや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 、でもあの表情は気づいてなかったな。そもそもや、50年前のことを覚えてるかいな。けど俺は気づいたし。見て見て、ほんまや、気づいてない、気づかんもんやな。ほら、お前ら何しとんねん。何しとんねんって、おっちゃんが反応なかったしやん。なあなあ、おっちゃんこのまんまるなに。あ、それは触ったらあかん。もうそれ持って早い行け。来てはりましたよ。そうなん、うん、なんかわからんことあったらこの兄ちゃんに聞きや、うん、顔似合わず親切やから顔に似合わへんわけな、いろんな子あるしな。どこのや、うん、スイスとか。いや、え、タイだやな。ジュネーブやろ。ジュネーブそんなとこ行かへんわ。ええやんかい。佐々木のじいさんさ、さっき、あの、嬉しそうに、あの、砂時計ひっくり返したときは、あれなんなの？え？うん、なんかおかしい。服ちゃうやん。どうするの？ええから、もう。ええから。いや、じいさんさ、じいさんさ、それ服どないしたの？めちゃかっこいい。うるさい、ほっとけ。おい、おい、冷たいな。いや、一人で寂しい思てな、声かけてるな、だな。ありがとう。急いでね。失望。もうピリピリした。ありがとう。どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。よう会いますね。ええ、よく会いますね。あの、ちょっとそこまで一緒にどうですか？ですね。あ、すみません、すみません、すみません。
すいません。ちょっと行ったところにね、海がきれいに見えるようなところがあるんです。はい、そこでちょっとすみません、ちょっとそっちの方なんですけどね、これツバメがあんなところにもおるんですけどね。このわらび餅、変わった形ですよね。これ、昔私が食べたわらび餅の味と同じだ。すっごくおいしい。よかったらこれから毎日残しておきますよ、一つ。まあ、嬉しい。毎日このわらび餅が食べられるなんて幸せ。なあ、勇気出して告白か。何大きな声で言うてくれとんねん。なんかロマンチックな演出考えてんのか。ロマンティック、あんま考えてないんか。なやねん、どうしたらええねん。そらあかんわ。そやな、ちょっと待てよ。あったかな。あ、当たった、当たった。よっしゃ。はい、線香花火。線香花火、おう、海辺で線香花火をした男女は永遠に結ばれる言うてな、昔から島で言われとんね。それほんまか。ほんまや、今まで嘘ついてないやろ。まあそうやな。なんかめっちゃ勇気湧いてきた。おありがとう。
これもらってくな。おう、ちょっともう定日じゃうかそれ。もういっぱいすんねこれをもらってくな。おう、これいらんわ。おう頑張ってな。あんな、今からもっと正信くんちのあらび餅食べたかったな。あ、いや、いつでも食べさせてあげるよ。今日は忘れたけど、明日は必ず持ってくるから。どないしたん。私な、明日引っ越しするねん。ああ、そうなんや。そうですそうです、あそこの方にもねあったりするんですよ、ええ、それがね今日のはねちょっと大きめにしてみたんです、ええ、ちょっと大きめなんですけど、ね、ちょっとこっちの方にねあったりもするんです。え、抜けましたよ。ああすみません、はい、引き出しちゃった。今日のねわらび大きい、うん、きなこはね、ちょっと違うきなこですけど。そう、うん、今日はちょっと違うきなこでね、美味しいですよ、今日は。今日はね、もう力入れまして、このまん丸にしましたから。大きいの？大きいです、今日は。嬉しい。ほんまに大きいんです、今日は。わしの父親の話ではね、わらび餅の起源というのは、そんな昔からではなく、あ、どないかなさいました？今日は少し違うところ歩いてみません？はい、はい。あら、ちょっと、
どこまで行くんですか。はじな、あれ、昔はこんなところなかったのにな。ここから見る海も綺麗、素敵ね。はい、そうですね。ねえ、はい、あそこでわらび餅食べてもいいかしら。あそこはちょっと勝手に、ちょっと勝手に。食べるようなもんではない。美味しいものはどこで食べても美味しいんですよ。あ、そんなもんですかね。ごちそうさま。街並みも景色も変わっているところは多いけれど、あの銭湯とここに住んでる人たちは変わらない。昔のまんま。実はね、まーちゃん知っとう？ん？なんかさ、あの最近佐々木のじいさんと一緒に帰っとった桜井さんおるやん。うん、あの人もう先長ないねんて。長ない？うん、ここによう来とおばちゃんらがおめで喋っとって、先短いって聞いて島に帰ってきてんて。ほんまか。うん、桜井さんとさ一緒に帰っとおじいさん見とったらさ、なんか嬉しそうやったやん、ね、なんかそんなん知ったら佐々木のじいさんまた落ち込みよるやろ。なんかそんなんもあんま見たないしな。おい、どないすんの？
どないすんのもこないすんのもないわ。俺がどうあがいても手の届かないってやったんよ。そんなこと言いなや、しょうもないっちゃな。恵子ちゃん最後に言うとったで、正信くんちのわらび餅食べたかったな言って。それほんまか？ほんまよ。さっき家の前でたまたまおってな、それで。おい、閉めてけよ。余ってない。残念、売り切れたわ。嘘やろ。マジ？それは。これか。これは今日のお店のやつや。それでは。ちょっとおやじ。なんやなんや。食べたいんか。いやそんなんとちゃうけど。待ってこ。なんかこれ包んでこわ。おい、おい、そのまま持っていったらまあ、ええか。おっちゃん、借りてくれ。あ、いらっしゃい。うん、うん、あ、俺久しぶりやね、わらび餅。最近は余らんかったんやけどな。
こんにちは。うん、いらっしゃい。おけを。おけ。あ、それってもしかしてわらび餅ですか？そうや。一口いただいてもいいですか？俺食べよう思ってんだよな。まあ、ええわ、もう一口だけやで。めちゃめちゃうまいか。ほんとだ、すごくおいしい。そやろ。それな、もうずっと小さい時から食べてんね。そんなでっかいなわらび餅なんか他のとこないやろしな。それで今日久々にな、それ届けてくれたんよ。だから今日食うの楽しみにしょって。何口食べてんの自分。あ、すいません。とか君風呂入りに来たんか？おばあちゃんがよくここに来てたみたいで、おけを引き取りに来たんです。おけ、桜井さんとこか？あ、はい。桜井さんのおけやったらそこに。あ、おばあちゃん、よくわらび餅を作ってくれていて、おばあちゃんが作ったわらび餅も美味しかったんだけど、もっと美味しいのがあるからって。もう先が長くないって知ってから、わざわざわらび餅を食べに島に行くって言った時は驚いたけど、きっと初恋の人にでも会いに行ったんじゃないかなって。おばあちゃん、そういうロマンティックなところあったから、会えたのかな。会えてたらいいのにな。じいさん、もしめんで。うん。心まで温まる。なあ、舞ちゃん。いろいろありがとうな。今日はゆっくり体温まらして帰りや。
なんでこんなまんまるね。これは渡せ。全然いいのに。また食べに来てもいい？今度は俺の手作り食べさせてあるから。絶対な。うん。じゃあ。苦しかったこと、悲しかったこと、寂しかったこと、そういうことばっかりじゃなかったでしょ。楽しかったこと、面白かったこと、そういうことをなんて思い出さないですか。それから、これからの人生はそういう風になってことは分かってるだろう。君を好きになりだしたその時に、君は僕の前からいなくなった。仲間を大事にすると決めたその時に、周りには誰もいなくなった。君を大切にしようと思った。新しいことを考えたその時に、もう誰も同情する者はいなくなっていた。永遠に続くものはないと頭ではもちろん分かっているのに、永遠に続くわけないよ。血と共に僕は戦っていくだけさ。満ち溢れていたあの頃の自分の根性のない自信を。
ます。そして季節もどんどん巡っていきます。せやけども変わらないものが絶対的にあります。それは俺はあなたのことが好きだったということ、その